どうも、順坊です、今からね、江戸川の土手の方に行ってね、春を感じに行きたいと思いますけども、春をね、わかります?江戸川の堤防沿いにですね、綺麗にね、真っ黄色な花、菜の花だよね、咲き乱れるんですよ。その堤防脇をですね、今日はマッハでちょっとね、流したいと思いますけどね、はい、こんな感じで。見てね、使ってなかったグローブ出してきましたね。冬はちょっと寒くてね、これ使えない、使えないのね。モンスターエナジー、モンスターエナジーの、使ってませんでしたから。もう穴開きはみっともない。今日は穴開いてませんよ。ピロピロピロンはやりませんのでね、はい。もうね、あったかくなってきたんでね、服装の方もですね、ワークマンの防寒着はもう終わりまして、米軍の M65 というね、ジャケット着込んでおりますけども、もうシーズンになりますと私はほぼ M65 とか G ジャンとかね、スカジャンとか、さすがに昔みたいにアロハ着て夏走るみたいなことはしませんけども、ね、スイングトップは順坊ちょっと苦手なんであんまり着ないんですけど、でまあ春秋は大体この M65。 なんでこの M65着るかっていうとですね、ポケットはいっぱいついてるんですよ、ね、ポケットの中に、まあ、タバコを入れたり、まあ、あと工具入れたり、予備のプラグを入れたりね、何しろポケットがあると便利ね、非常に扱いやすい。やっぱりあれだよね、アーミーものっていうのはあの便利だよね。丈夫だし汚れても気にならないしね。特に私ほらマッハとかね、この2サイクルのバイク扱ってますんで、もう走行の途中とかでもたまに、ね、停止してね、そのバイクの状況を見たりするわけですよ、ね、それでマフラーからのオイルがちょっとね、上着に触れただけでベタベタになってこうやって黒くなっちゃう、黒くね、もうこの油染みだらけですけども。だからもう高いね、2万も3万もするようなオートバイ用品屋さんにある良いジャケットはとても私が乗ってるオートバイでは着れません。はい、着れないんです。もうね、現行車と違ってですね、排気はすごいし、ガソリン臭い、油臭い、もうね、乗り終わって家帰って家入ると、で上着抜くとプーンと部屋の中がね、こうガソリンの燃えた匂い、オイルの燃えた匂いでね、充満しますからね、はい、そんな感じでね、柿の木のね、通りを走ってますけど、ういいきますよ、全部いくよ、このまんまね、中川を渡ってね、吉川の方行っちゃいますけど、はい、若い頃はね、もうバンバン走ったね、こんなとこスピード出して。今ね、バイク壊れたら嫌だからおとなしく走ってますけどね。人のバイクだったらバンバン回すけどね自分のバイクだからバンバン回さねえよ。てな感じでね、はい、いい感じで私は走っております。はい、ということでね、吉川の町入りましたけど、今あの中川のね脇来ましたね。もうね、この辺りからね、結構もうこの時期になると菜の花さーっと咲いていくんですね。もう見えてきましたけど、まあ最もね、まあマッハ3、こんな渋い色の渋いバイクで何が菜の花だっていうね、そんなのもありますけどね、そんな感じもあるんですけどね、やっぱりこれはもうね、一応ほら儀式だから、季節的なね、春になったよ、バイクの季節やってくるよって感じでさ、ね、毎年来るんですよ、この菜の花の脇をね
走るの、こうやって気分がいいんだよ。この菜の花の次は桜だからさね。まあ桜の咲く満開の後の時期っていうのは、ね、やっぱり昨日も言いましたけど、あの地下鉄サリン事件ね、3月20何日だか忘れましたけどね、1995年でしたっけ、96年でしたっけね、うん、もうそんな経つんですね。あの時期は結構ショッキングでしたけどもね。まあその前からもうオウム真理教ってのはね、本当あのすごいあちこちで活動しててね、まあ何なんだこいつだって感じでね、私ら見てましたけど、私がね関わったわけではないんですけど、何しろその頃から私あのもうパソコンとか大好きですからね、もう20代からずっとパソコンやってて、その頃は台湾製のねパーツを買ってきてパソコンを組んだりしてたんですけど、その中でもそういう組んだパソコンをね、いやあの安く売ってたのはそのマーハポーシャっていうね、秋葉原にあったマーハポーシャね、その店はオウム真理教の店だったね。でやたら値段が安い、うん、何しろそのグラフィックボードでもメモリーでももうパソコン本体でもね、ディスプレイでもめちゃくちゃ安い。もう秋葉原ただでさえパソコン安いのに、その半額ぐらいで売ってたんですよパソコンを。だからよくね、私もよくそこ見に行ってましたけどね、女店長が威張って男にお前あれあれそれあれって指示してましたけどね。ほんでみんなね、服装は例のオウムのね、あのなんつうのガウンみたいの着て、インドみたいなね、異様な感じでしたけど、それでも結構お客さん入っててね、パソコン買ったりしてましたけどね。ほんでね、まあ、何しろ秋葉が好きだったもんで、仕事の途中とか仕事の帰りいつも秋葉寄ってて、でマーハポーシャのあたり来るとビラ配りやってんですよオウムの連中が、まあ、その頃はまだオウムの連中表だった事件何もバレてないし起こしてないっていう感じだったんで、ただの宗教団体だって思ってましたけど、まあ実はそうじゃなかったけどね。その信者たちが下でビラ配りやってんです。で俺も毎日行くから、そのうちそのビラ配りの連中となんか友達みたいになっちゃって、行くとね、やつら腹減ってんだね、修行かなんかで、もう顔色が悪いんだ、まだ20代10代かな、うん、そのぐらいの連中なんだけど、めちゃくちゃ顔色悪くて暗いんだよね、すごく暗いの、ガリガリで、本当あの何アウシュビッツのね、あの収容所に入れられちゃったポーランド人の人たちみたいな、ユダヤ人みたいな、そんな感じに見えたのね。でかわいそうで俺飯おごってやったりとかしちゃったわけよ、吉野家の牛丼買ってきてお前ら食えよみたいなね、なんかやっちゃったのね、かわいそうに見えて。ああ、いや菜の花綺麗でしょ、ほら見えるね、いい感じでしょ。でまあ話戻りますけど、もうそんなことしてるうちに仲良くなって、お前らね、なんだそのオウム真理教だかなんだか知んないけど、そんな神様なんかいやしねえから、神様もね仏もねえよお前ら、天国も地獄もないんだってね、天国も地獄もねあるのはこの世の中にあるんだよ、そんなもん信じちゃいけないよなんて、逆に俺説教してましたよね。そうするとうんうんなんて聞いてましたよね、やつらね、ガムあげたりね、あ飯食わしたりねしてましたけど、あの後どうなっちゃったのかね、あのビラ配りの連中いつもいたんだよ、2、3人で男女でね、ガリガリでもう青白い顔して目の下クマ作って、かわいそうに今思えばね、そんなこともありましたけど、ほら綺麗でしょ、ドアの土手沿い来たけど真っ黄色の絨毯みたいだよね、綺麗だよな、すげえよな、よくこんだけ咲くよね、道もここは綺麗になったからね、ほらもう遠くから見るとすげえ綺麗だ、真っ黄色だもんな、まるでなんか土手をそのままさイエローでペイントしたみたいに見えるよここの S 字は車がいないと楽しいんだけどな、残念ね、しかし真っ黄色だよ、はい、てな感じでね
菜の花の咲く土手沿いをですね、気持ちよく穏やかに走っておりますよ、順坊。追い越し OK なんで行きます。はい、後ろの車は白煙にまみれておりますけども、申し訳ないとは思いますけども、仕方がない、こういうバイクなのでね、はい、勘弁していただきたいと思いますけども、はい、コーナーに入りますのでね、あんまりフェラフェラやってるとひっくり返っちゃいますんで、ほんでこの速度でひっくり返ったら私ほぼ即死になります。昔のバイクはサスが弱いからよ、今のバイクに慣れてきちゃうと本当辛いのがあるわな。いい感じだよね。いい感じだ、どこまでも続く。もうこの辺三里かな、三里入ったかな。いや、狂気乱舞な状態だよ、花が。はい、そんな感じでね、菜の花とマッハ、それと春の青空、どんな感じで映ってんのかな、後で見てみたいと思いますけどね。よく映ってればいいけどね。似合わないね、でもこのバイクに。やっぱりさ、マッハはさ、ね、雑踏な街中の片隅にね、ポツンと置いてあったりさ。寂れたさ、街角の喫茶店の脇にポツンと止めてある方が似合うよね、このバイクは。菜の花には似合わないよ、うん、そんな感じでね、ずっと野田の方から三里の方まで土手の菜の花沿いをマッハで走ってきました。はい、トンネルは用意するよ。響くでしょ、トンネルは響くんだ、マッハ用意するんだよ。三里の駅を越えてもなお土手には菜の花が咲き乱れる、いいね。ちょっと上土手沿い散歩したいけどさ、バイク心配だもんね、バイクさ、その辺止めといてさ、パクられちゃったらね、それこそもう首吊りもんだよ。だから散歩はやめときますけどね。こんな感じでね、もうすぐ松戸になりますんで、はい、松戸には行かずに外観をね右折して草加にぶっ飛んで帰りたいと思いますよ。はい、はい、てな感じでね、外観に出ましたんで、吹っ飛ばして帰りたいと思いますけど、のんびり走ってたんでね、プラグかぶっちゃうからさ、ちょっとね回してあげないとね。回してあげないといかんのですよ、困ったバイクだよね。回すよ。速えぞマッハ3。速いんだよ、つうかね、速く感じるんだよね、この音と振動がすごいからさ。大して出ちゃいないんだスピード、本当ですよ。はい、そんな感じでね、春のね江戸川沿い堤防ね、菜の花の道をずっと走って松尾の方まで来ましたね。で外観出てこれからね昭和まで帰りたいと思いますんで、本日もね最後までご視聴どうもありがとうございました。